なんかパパンパリしても、うん、全然意味ないみたいな。いやいや、ジャストパリしたら意味ありますか。ジャストパリはもうなんかもう 大光景とか入っちゃいます。コパンで。持続とか重なってるとどうなるかわかんないけど、普通にあの小技ってその全体フレームってのあるんですよ。全体フレームっていうのがその打った時の隙を全体フレームって言うんですよ。ちょっとフレームの話いいですかして、そのみんなが結構気にするところって技をガードしたヒットしたフレームじゃないですか。であのパリー、あジャストパリーはそこじゃないんですよ。全体フレームなんですよ。全体、そう。じゃあ俺がボタンを押してから攻撃が3フレ出ますみたいな、あ、まあ、4フレが一番、4フレ出ます、それって80004フレの技なんですよ。けどそっから5フレぐらいあの当たっても当たってなくても動けなかったりするフレームがあるんですよ、ね。まあ、硬直ってあるじゃないですか、うん、でそれを足し算するのが全体硬直、全体フレームですよね。だから全体を見るってどういうことですか。ただしゃがみ、たたた4フレの技が出るじゃないですか、パーンって。でそれをジャストパリされますってなった時に大事なのは発生後のフレームなんですよ。例えばじゃあね、はい、小技の全体フレームが13フレームだとしようみたいな、はい、で小技の4フレを打って、うん、それをジャストパリされました、はい、でそうすると4フレが発生してるからそれ13から4を引いた9フレとか8フレを動けないじゃないですかまだ、うん、その間殴れるんですよ。だから小技取っても、あ、そうなんですね。そう。ただここでもう一個難しいのが出てくるのが持続なんですよ。攻撃の発生が4フレ、じゃ持続が3フレあるとするじゃないですか。でそうすると普通に殴る場合は持続には なんないから、こうジャストパリ取った時にそのさっき言った9フレとか8フレあるんですけど、持続のギリギリで再持続で重ねた場合は4フレの発生しました、持続3フレ後の攻撃をパリ取るんで全体があと5フレしか残ってないみたい。これはですね、僕はなんとなく分かるんですけど、分からない人は結構発生、持続、硬直イコール全体。これね、確かね、発生、持続、硬直、マイナス1イコール全体だったんです。なんかね、持続と硬直かなんかがね、確か、何かが大体ね、一緒、あの、一緒なんだよ。まあまあまあ、けどまあ、まあ、正直このゲームの、例えばストップ5だと、小技の、あの、全体、短いのは10フレグ。ただミカだったらさ、あのしゃがみコパンとか10フレなんですよ。 あそんなあるんですかね。10フレある。だからさ、あのしゃがみ コパン3フレじゃないですか、はい、ピーンって打ったのを、うん、バーンってジャストパリされると、はい、まだ7フレ動けない時間残ってるじゃないですか、うん、でその7フレ攻撃食らっちゃうんです。7フレの発生の技だったらそれまでが全部入る、入っちゃうみたいな。大パンとかも入るんです。7は入りますよ。あ、そういうことなんですね、うん、あ、だからコパンでもそうあるんだ。ただそのさっき言った通り3フレなんだけど、こう持続の後半の方だとそのちょっとフレームが変わったりするんですよね。例えばそのコパンだと発生3フレでその後まあ攻撃が残ってるのが、まあ大体2フレとかしかないんで、2フレでじゃあ2フレ目の歩いてきて、うん、2フレ目の歩いてきてはねほぼない。だから起き上がりですよね。起き上がり攻撃を重ねた時にそれが起きるっていう。ああ、じゃあ起き上がり重ねに、あの起き上がり重ねジャストパリないじゃん。あります。ある。あります。だからもしかしたらそこが職人ゲームになるかもしれないです。そう。再持続を重ねるとジャストパリ取られた時に中技しか入らないみたいな。はい、おそらく中攻撃が入っちゃうと。おそらく。あ、でもそうか。目視で忘れる。わかんないと思うし。いや、頑張ります。わかるんですか。ジャストパリの演出両方とも出るけど。多分ね、結構わかると思う。あ、少なくとも、持続っぽいなってのはわかる。だ、要するに、これは、持続じゃないですよ。これ、発生で当たってる。持続って、こんな感じだったんですよ。この、俺のこの、
腕出てるところに起き上がるってことですね。そう。だからここを攻撃したときに、これが、だから要するにこれが最初の1フレームの発持続あの攻撃で、はい、次の持続が肘なんですよ。うん、で次の持続が肩みたいなイメージ持つと良くて、で、あこれ肩じゃねみたいな。多分止まった時に分かると思います。でこうやって起き上がる時に、うん、そのそうどこういうので上がるってことですね。なってたら持続で当たってるから、まあ、そうすると残りのフレーム変わるんで、まあそのあまあそもそもこれスト6の全体フレーム知らないんですけど、でスト6は全体フレーム長く設定されてます、中攻撃とか。あスト5に比べるとスト6の方が長い、絶対長い、差し替えしやすい、しやすい、そう差し替えしやすいってことは攻撃打った後の動けない時間が長いイコール全体が長いっていうことなんで、だからジャストパリー取ったらなんかほぼほぼ大攻撃つながっちゃうんじゃないかな予想。あ持続当てになったとしてもあなるんじゃないのかなっていう、あんまり変わんないじゃないかって、そうそうそう、うん、知らないですか、そう全体フレームほぼ確実、大フレーム、まあ、ほぼ確実なんですよ、もしかしたら入んないその攻撃とかもあるかもしれないですよね。起き上がりになんかパリ押しっぱなしでの持続重ねしてもジャストパリにならないでしょうか。ならない、ジャストパリの条件は押してから2フレ、だから先行入力で出ちゃうんで、先行入力で出した場合はただのだから、ね、パリはそのあれらしいですけどね、どうやらガードと同じらしいんですよ。俺ほんなんか超怪しいなと思ってるんですけど、ガードと同じっていうのはどういう、パリで取ったフレームとガードした時のフレームは一緒、ちょっと調べてみましょうか。じゃあちょっとダイゴスからしゃがみコパン連打してもらっていいですか。ダイゴス、ダイゴスマイデーパンからしゃがみコパン、はい、いやおかしい、おかつおかつかつ、ここら1なんだ、そうもう一回やってください、ほらえガードとガードとパリは一緒、フレームは一緒、そしたら波動拳ってもらっていいですか。波動拳とかをこう取った時にこういう近いとこ、こうあ隠れやすいの、なんでこれ高くないの、おかしいの、大ダメージのチャンスは増えるが、ゲージのためか運用は悩ましいところ、チャプル、うん、あ、いいっすね、うん、チャプル、おっとる、これ多分隠れないところもほら、隠れる機械が、ハドな、え、でも、どういうことしたえ、あ、普通にハドって言ってもらっていいですか、これ、届かないじゃないですか、トロコこれ、これ、これは届かないでしょ、そのちょっとその近いから、あノックバックがないみたいな、そう なくはないんですよね、そうなんかくりやすいみたいな、これが多分パリのあの利点、ほんと職人っぽい利点ですね、ほぼなんかジャストパリ以外は、まあ、そこまでなんか恩恵があるのか、だからそのそのシンクってもらっていいですか、シンクはみたいな、まあこれで当たんないですけど、まあガードと一緒、これでゲージを増やすみたいな、ボタンガードみたいに使える、そうこれね、ちょっとそのヒットボックスの優位性がちょっと薄まるシステムなのが一応パリっていうのも一応あって、そのヒットボックスの利点って歩きガードが超速いみたいな、要するにボタンでガードだから、でこれもそうなんですよ、これ歩きガードなんですよ、でそれレバーって物理的に移動するから時間かかっちゃうじゃないですか、前歩きガードってこれ時間かかるんですよ、これガードしてる時に、けどこれはあの即ガードなんですよ、じゃああの歩き打撃打ってもらっていいですか、人に、あなんかしゃがみ中継とかこれ歩きガードしながらやってるんですよ、しかもあのジャストで取ったら
なるんですよ。これは結構みんなこれやるんじゃないかなって思う。こう立ち回ってこういうシーンが増えるかもしれない。そうこれね、だって牽制を取った時にまあ一応リターンもあるしみたいな。うん、おしっぱのパリっていうのはあまりないんですか。おしっぱのパリは利点もないんじゃないかな。シックハード取るぐらい。おしっぱのパリって意味あんのかな。だってガードでキャンセルできちゃうんだから。あ、じゃあなガードでキャンセルできるの。あ、パリ中はこれガードでキャンセルできるんで。あ、じゃあ投げても楽しく。そうそう、パリのやばいのってパリに硬直がないんですよ。パリに硬直がない。パリします、はい、パリ離します、はい、その時に普通なんか隙ありそうじゃないですか。発生とかなんかパリしますパリやめますで動けない時間があるんです。でその最中なんか殴れそうじゃないですか。けどガードでキャンセルできるんですよ。ガードでキャンセルって言い方になる。そうガードでキャンセルってガードだけキャンセルできるんですよ。パリはフレームが一緒である。もうじゃあジャストパリをいかに当てるかというか取るかみたいな。ジャストパリは相当ジャストパリ系でしょうね正直。さっきの中段とか読み合い絡んできた時に長押しじゃないですか。あ、まあそうだね。ああそういうことか。うん、まあ押してるやつは取れるから。ただリスクの方が高いと思うけどね。投げられちゃう。うん、そう内野が食らうリスクあるし、そもそもあの構えてる最中減るんで。ゲージが減るからそこはリスクなんじゃないかなっていう。だどっちかって言ったらそのまあ頑張って立ってくださいって。サリーしながら中段を立てばいいから。まあなんか多分そっちになるんじゃないかなっていう。ふうに俺は思います。